こんにちは、総会時間の久保です。今日は6月22日朝5時13分の相場解説になります。デイリーの方でですね、チャンネルラインがこのように右肩上がりになっているのを見て、今週はまあ倍の方に浮くんではないかなというふうに考えております。まあそういうふうにお伝えしました。で、昨日はですね、昨日1日で見ると下の方に下がりましたよね。でも私が右肩上がりだよって言ったのはどういうことかっていうと、これね、見ていただければ分かりますけども、結局急速に巻き戻して上昇局面に入ってるんですよ。ですからそれがですね、デイリーで見ると大きなヒゲをつけているように見えているところがあると思います。今日はそのあたりから解説していきます。こちらです、どうぞ。はい、デイリーの方見ていますよね。まずチャンネルライン引いてみますよ。ここから始まってビューッというふうにチャンネルラインがありますよね。で、フラグを形成しているところです。何が言いたいかっていうと、この最後の陽線ですよね、陽線が大きなヒゲを出しています。まあここには到着しなかったんですけども、下のチャンネルラインには到達しなかったんですけども、一旦下がったのが上昇に転じてるってことかなと思いましたね。これを4時間の方で見ていくと、このようになっていますよね。チャンネルラインはだから4時間で見るとこういうふうに取れるわけなんですよ。昨日の時点で下の方に下がっていったんで、おやおや、久保さん大丈夫なんですかと、これで右肩上がりになるんですかっていうところですけども、なるんですよね。こういうふうなところに当たって反転して上昇してるということなんで、やっぱり売られるってことは買われるってことなんですよね。で、売られたり買われたりとかして全体的に右肩上がりになるってことなんですよね。ちなみにこれずっと伸ばしていくと、こちらに当たるというところもね、なんかこう符合するところがあるかなと思います。で、1時間の方を見てみます。昨日はだから1時間を見てみると、まあ下がっていってるっていうところが顕著だったんですよね。まあけどやっぱり戻ってきたというところで、これがヒゲに見えたわけなんですよ。で、私が考えるのはこちらの方を超えて上昇してですね、こちらの方も超えてさらに上昇するという流れを見ています。111円の方向に行くというふうに私考えてますんでね。だから今週は結局金曜日あたりには111円台になっているんではないかなっていうのが1週間の予測だっていうことを昨日お話したわけですよね。さあ、それで今日のエントリーなんですけども、もしねこのまま上昇してこちらの方をぶち抜くようでしたら、このね30ピップスほどは取っていきましょうということになります。まあ実際は22、3ピップスになると思いますけどね。今日のターゲットはここですね。110円の430をクリアして上昇に転じるようでしたら、エントリーポイントをそこに設けて、110円の430に設けて、イグジット110円の715でやっていくって形です。これが今日の1時間足の解説になります。まあ、とはいってもね、うまくいくことばかりではありませんので、まずは全体的にどっちに流れていくのかなというところ。そして、細かい時間で、どういうふうに向かうのかなってところでございます。1日足で確かに右肩上がりでも、それを24分割して1時間足だと逆のことってのも起きてくるわけですよ。だから昨日は売りで取れてる人もいたかもしれませんし、売りが反転して上昇に入っていくところに倍のエントリーを置いた人もいるかもしれません。昨日もチャンスはあったわけなんですけども、私のスタイルでは昨日エントリーっていうのはないですね。どちらかというとリスクの方が高くてですね、それほどまでにピップスが稼げるようなポイントが見つかりにくかったかなってところなんで、まあ急速なこうね、ヒゲを出すぐらいの急速な移動ですから、まあ私はちょっと入らなかったかなと思います、で、解説しますけども、補足でヒゲを出すってことは、例えば30ピップス下に行って急速に同じ日のうちに30ピップス上昇したっていう V の字を書いたことになりますよね。で、私が狙うのはねこれじゃないんですよ。30ピップス下に行って30ピップス上に行ってプラマイゼロになりましたと。だから下がった瞬間に入りましょうってことではないんですよね。頭と尻尾はくれてやるですから。で、反転した瞬間を測るのは非常に難しいんですよ。じゃあどこを狙うかっていうと、30ピップス上に行ってさらに30ピップス上に行くみたいな、合計50ピップスのそういった流れを狙うとするわけなんで、だからブレイクアウトを非常に重要視してるんですよね。反転よりもブレイクアウトです。まあそういったことを今回お伝えできたんじゃないかなと思います。じゃあ今日もブレイクアウトを狙っていきましょう。